いよいよ6月末か、岸田首相の決断待ちということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいと思います。特別定額給付金2回目いつということで、この特別定額給付金の2回目というのは、まあもちろんまだあるかないかっていうのは分かってないんですけども、まあそれにつながる情報についてお話しさせていただきたいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方でご覧になっていただいているという方がほとんどだと思います。給付金の新しい情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をして、できるだけ早く給付を完了させたい、あるいは給付金の給付を確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただきます。まあ、チャンネル登録しておいていただくと、新しい動画が出たときにすぐにご覧になっていただけるようになりますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。早速行きたいと思います。6月末か、いよいよ6月末か、まあ、何のことか、岸田首相が狙っている衆議院の解散のことですと。その解散について、今日はまず最初にちょっとお話しさせていただきたいと思います。いよいよ最近、あまりにも岸田首相が追い詰められたということで、この6月解散が実はもうないんじゃないかというふうに言われるようになりましたと。まあ、なんでかと。まあ、繰り返しですけど、とにかくもうこの状態で解散したのでは、まあ、議席をめちゃくちゃ減らすということが予想されるようになったので、もう解散しないでしょというところが、まあ、予想されてますと。ただ、6月解散どう考えてもするだろうと。いうふうにしかやっぱり思えないので、まあその理由についてちょっと整理していきたいと思いましたと。まあまず、岸田首相はここまで結構苦労したわけですよね。やっぱり、まあ、物の値段がめちゃくちゃ上がったりとか、円安とか、非常に、まあ、国民の生活が苦しくなるような時期に重なったというところですね。まあもちろん、最初の、就任して最初の時期はですね、まあコロナとかありましたし、なかなかちょっと舵取りが厳しいと。いうふうな時期に、まあ、ちょうど当たったということがあります。まあ、あんなに苦労して首相になりですね。そして首相になってからも、まあ、いろんな難題あったと思うんですよね。いろいろ苦労して、まあ、相当叩かれながらですね、ここまでやってきたと。増税メガネとか、まあ、ちょっと、結構、過激なあだ名もつけられてですね、頑張ってきたはずなんですけれども、ここで、ミスミス、まあ、首相でいることを諦めるというふうには当然思えないというのがまず前提にありますと。で、首相で居続けるためにはまず何が必要かっていうと、まあ、とにかくこの自民党総裁としてもう一回選ばれる必要があるということですよね。で、それをもうここで解散をしないで、そのまま自民党総裁選まで行ってですね、まあ、あるいはもう退陣と諦めると。いうことはもう考えられないので、まあおそらくどこかのタイミングで解散をしてくるだろうということですね。で、このまま自民党総裁選を迎えるということになれば、まあちょっと負けそうですよね、当然。で、なんでかっていうと、まあやっぱりこの自民党総裁選の1年後、来年の10月が、まあ、衆議院の任期なので、まあそこに行くまでにですね、自民党の議員が来年自民党のこの総裁選で、まあ、選んだ人、つまり首相になる人、まあ、その人を自民党の顔として選挙を迎えるということになるんであれば、じゃあちょっと今年のうちにこの総裁、まあ、つまり首相を自民党の顔を別の人にしとこうというふうに思うに違いありませんと。で、そうなると岸田首相はこのまま自民党総裁選に行ってしまったんでは、どうやら負けちゃうっていうふうなことが、まあ、ほぼほぼ、そうなりそうなので、まあ、その前に解散するでしょうと、さすがに。で、まあ、議席を大きく減らすかもしれませんと。自民党はやっぱり厳しいので、議席を大きく減らすかもしれませんが、なんとか過半数、あるいは過半数ちょっと割れるぐらいまでで、なんとか踏みとどまってですね。そして、まあ、国民の信を得ましたよと。なんとか、まあ、政権維持しましたっていうことで、まあ、自民党総裁として再選させてもらうというところを狙うということになるかと思います。なので、まあ、このまま自民党総裁選に
行くと、解散せずに行くってことで、まあ、ちょっと考えられないと。で、そうなると、どのタイミングかってことになるんですけども、まあ、もう6月以外ないでしょうと、いうことになります。まあ、ここ最近のニュースの中では、まあ、この与党の中で、この6月の会期末、国会の会期末が6月なんですね。で、6月のこの会期末で少し1週間、2週間延長して、そこで公明党のちょっと自民党よりも厳しめの、政治資金規正法の改正ですね。まあ、その案を飲んで、そして解散するということを計画しているっていうふうなメールをやり取りされたっていうふうなニュースが出ましたけれども、まあ、いずれにしても、まあ、その少しずれるかずれないかは置いといて、まあ、この6月の解散、つまり国会の会期末での解散というところが、まあ、どう考えても本筋だろうなと、可能性が高いんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、その理由いくつか整理しましたけれども、まあ、とにかくこの6月に減税スタートするってところがやっぱポイントなんじゃないかなというふうに思ってます。で、解散のタイミングっていうのはもう言わずもがな、国民の支持率が少しでも上がったタイミングを狙ってくるということですね。で、それがいつかってことですけども、まあ、やっぱり国民に給付あるいは還元という形で分かりやすく支持率を上がる施策をやったタイミングというところになります。まあ、ちょっとこれ以外に自民党の支持率が上がるタイミングって考えにくいですと。はい。例えば、ちょっと話戻りますけど、自民党総裁選で首相が変わる、自民党総裁が変わり、そして首相が変わるということになれば、まあ、今までの例で言うと、首相が変わった場合って、まあ、ご祝儀相場じゃないですけども、まあ、新しい首相に対しては、まあ、少し期待も入りますので、支持率が上がる、国民の支持率が、まあ、毎回上がるということがありましたけれども、まあ、ここ最近の自民党の、例えば裏金問題であるとか、あるいは、まあ、国民生活が苦しいということで、矛先は当然与党である自民党に向くので、なかなかちょっとその両方考えても、自民党の、まあ、総裁が変わり、首相が変わったところで支持が上がるっていうことは、ちょっと考えにくいというところがありますと。なので、まあ、この自民党総裁で首相が変わっても、なかなか上がるってことはないので、まあ、この解散していくっていうことは、その岸田首相の延命っていう意味でもそうですし、まあ、その自民党としても、このタイミング以外にちょっとないというところになってきます。まあ、それも6月だっていうふうな理由ですね。で、まあ、他の動画でも話しているように、このコロナ禍にあった特別定額給付金、いわゆる1人10万円、国民1人当たり10万円をですね、全国民に給付したと。た給付金の時は、まあ、やっぱりそのコロナ禍で苦しかったこともあって、安倍首相、安倍内閣も、実は、まあ、その給付前は、支持率 20% ぐらいという時期がありました。それがその給付によって、約 40%、つまり倍ぐらいに跳ね上がったっていうことがあるので、やっぱりこの還元とか、まあ、減税あるいは給付というところで国民の支持が大きく上がるっていうことは見込めるっていうのはまあ明白だというところですね。で、さらにこの減税スタートっていうふうに書いてますけれども、この減税、例えば一つの家族、例えばお父様お母様いらしてお子さん2人がいらっしゃる4人家族の場合、合計で1人4万円なんで、合計かける4でですね、16万円が減税されますと。で、毎月16万税金払ってますっていう人もなかなか少ないんで、そうなると、まあ、何ヶ月かにわたって減税がされるっていうふうな形になるので、まあ、減税スタート。ここから6、7、8とか、例えば連続した形で減税されていく形になります。なので、まあ、国民としては、我々国民としては実感は得やすいということで、まあ、支持率がまあ上がっていきやすいということですね。で、実際に先ほど言った国民1人当たり10万円給付、コロナ禍にあった、そういった給付金に関しても、まあ、翌月跳ね上がって 40%。さらにその翌月、さらに上がってるんですね、支持率が。そしてその次の月も高い支持率を維持しているということで、この6、7、8、あるいはこの支持率というのは、まあ上がっていく可能性があるので、まあこの6月、このあたりで解散してくるということは当然狙っていると。まあ自民党としても、岸田首相であろうが、それ以外であろうが、なかなか支持率上がる施策っていうのは、その来年の10月、まあ衆議院のその、期末というところまでに、考えにくいので、この減税スタートするタイミングで狙ってくるだと。それは岸田首相が、延命するかどうかっていうことを理由以外にも自民党にとっても多分もうこのタイミングしかないだろうというふうなところですね。で、そこで、まあ、加えて政治資金規正法の改正と。まあ、今その内容が、つまり、きちんと裏金を作れないというところまでもう一切できないようにするかというところであったり、あるいは自民党にちょっとまあ緩い感じでですね、まあ、ちょっとの改正にとどまるというところ、まあ、その頻度はありますけれども、ただそのいずれにしても政治資金規正法の改正をするっていうことで、
まあ、ちょっと裏金は作りにくくするっていうことで、まあ、ある一定の評価もしかしたら安いんじゃないかなと。まあ、この国会、今国会の中で、この政治資金規正法の改正を行うというふうに岸田氏は明言してますので、まあ、おそらくここできちんと改正を出して、まあ、納得するような形で、まあ、改正してくるだろうということですね。で、さらに、まあ、このタイミングを考えても絶対6月だと思うんですけれども、このいろいろな、まあ、例えば記者だったりとか、あるいは、国会の中で議員にですね、他の野党の議員とかに質問されたりしてます。それは何かっていうと、解散いつするんですかということですね。で、いろいろ質問されてるんですけども、まあ、今は考えてないというふうに、まあ、言ってましてですね、毎回。とにかく絶対解散しませんっていうふうなことは言わないわけですね。まあ、今は考えていない。まあ、政策を進めることに全力を尽くしたい。毎回その答えなんですね。絶対解散しませんって言わないと。まあ、もちろん衆議院は、まあ、解散しないで、その、なんて言うんでしょう、その衆議院の期末まで行くっていうことは、まあ、まずないので、どっかで解散はするんですけれども、それにしても、まあ、絶対解散をしないっていうことは、絶対に言わないと。とにかくどっかで解散はするんだけども、まあ、それについて考えてるっていうことすら言わないということですね。まあ、どっかのタイミングでずっと狙ってきたんですけど、なかなかいろんなことがあって、ずるずる解散できずに来ましたけども、いよいよ、この9月が迫っていて、まあ、自民党としてもこの6月っていうのはちょうど良さそうだということですね。なので、まあ、ちょっと自民党はこう大敗してしまうから解散しないんじゃないかっていうふうなことで最近言われてますけど、まあ、そんなこと言ったらもう本当に解散するタイミングなくなってもうボロボロの状態でもうしょうがないんで衆議院の、まあギリギリのところまで来てその衆議院の任期のところで解散をしていくということにしかなくなってしまうので、まあ、そんなことさすがにしようと思ってないと思うんで、まあ、この来年の10月までのその衆議院の任期の中でどのタイミングが一番いいかと。それは岸田首相にとっても自民党にとってもどのタイミングがいいかっていうふうに考えると、まあ当然自民党としては、この減税スタートするタイミングが一番良さそうじゃないかなと。これ以外考えられないですよね。なんで、まあここで解散をしていくということがあると思ってます。そしてまあ、まあ、わざわざ国民にアナウンスまでしてきてると。で、中小企業がベア63%。まあ3社に2社、まあつまり、我々一般的な国民の大半が勤めるのは中小企業なので、その中小企業、いわゆる春闘とかで、まあ春のですね、ベア 5% とか、まあああいった大企業がベースアップしました。ニュースが、まあ、新聞を踊りましたけれども、それ以外にも中小企業もベア 63% っていう形で3分の2の中小企業が、ベースアップしてます。給料上がってますよっていうふうな形でわざわざ財務省が発表してきたと。で、これ、もともとそもそも企業に行って、ベースアップしないっていうのはありえない話なんですよね。そもそも日本がありえないだけで、そもそも毎年給料が上がっていかないっていうのは、そもそもありえない話で。で、さらに言うと、今、物価が少しずつ上がっていくってことがあるので、当然その給料上がってきますよねって考えなんですけど、ここ、数年で言うと、爆発的に物価が上がってるわけですよね。爆発的に物価が上がっているのに、このベア、3分の2を給与しました、そんな低いレベルで言ってるんではですね、まあ実質の賃金という意味では、まあ、前年に比べて、まあ、2.5% マイナスだと、先月もですね。でこれは24ヶ月連続でマイナス、つまり2年間給料下がり続けてるのと実質一緒ですよってことですね。ベア 63% してますとこうドヤ顔で言えたもんじゃないと。それ以上にもう要は物の値段がめちゃくちゃ上がってってるっていうのがあるんで、まあこのベア 63% ぐらいでもしないとですね、もうそもそもやっていけないというところですね。やっていけないっていうか、まあ、実質賃金としては2年間給料が、まあ、国民、まあ、みんな下がってますよっていうのが実態なわけですよね。ほとんどの国民が勤めているのが中小企業です。で、その実質賃金が、まあ、24ヶ月連続でマイナスですよということで、まあ、本当に苦しくなっているということですね。で、このタイミングでさらに物価の状況で来年もこの減税実施しますよっていうふうなことで自民党の幹部がわざわざ言ったということですね。まあもうどう考えてもこの6月の解散、まあ今ちょっともしかしたらないんじゃないかっていうふうに言われてますけど、自民党のタイミングとしても岸田首相のタイミングとしてももう少しこの減税をスタートして国民のシリーズ少しでも上がったタイミングで解散するしかないんで、もうここでやるしかないですよね。もう残されたチャンスじゃないかなというふうに思ってます。まあ、自民党がまだ
過半数割るかどうかってことで勝負できるのが多分このタイミングじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ、これ、さらに解散できないように、なっていくとですね、とにかく野党の準備が進むんですね。野党の準備っていうのは、とにかく立候補者の擁立です。で、自民党は今現職がいるんで、小選挙区で結構勝ってて現職がいるんで、まあ、選挙はいつでもしやすいんですけども、野党っていうのはやっぱりその、衆議院の任期が迫るまでは、いつかっていうところではなかなか準備しづらいんですけども、まあ、いよいよ衆議院の任期っていうのは1年後に迫ってきたっていうふうな状況だと、まあ、いよいよ準備しやすいんで、自民党がずるずる解散できずにいますっていうことになると、どんどん野党の準備が進むっていうふうな形になるんで、まあ、自民党としてはより負けるっていうふうな状況になってきますと。まあ、それを考えてもやっぱりここで解散しておくっていうのが、まあ、一つの手じゃないかなと。考えられる自民党、あるいは岸田首相にとってもベストと。で、岸田首相にとっても、とにかく首相でいるってことをみすみす捨てるってことはまずないと思うんで、ここでおそらく解散してくるでしょうというふうに思ってますということですね。まあ、6月解散か、まあ、あるいは首相でいることは諦めるかということですけども、まあ諦めないでしょうということになってきます。なので、まあ、ここ最近6月解散はないんじゃないかなというふうに結構言われるまでになってきました。もうそれはいろんな報道がされるようになったりとか、あまりに支持率が低いとかいうこともあって、もう本当に解散ないんじゃないかっていうふうに予想するところも多いんですけれども、まあ、ただここで解散しないともっと厳しくなるんで、まあ、それを思うと自民党も多分ここで、まあ、解散してくるんじゃないかなっていうふうには思ってますということですね。はい。で、いよいよ6月末、ちょっとこれカメラずらしますかね。いよいよ6月末か、岸田首相の決断待ちということで、まあ、今お伝えしましたけども、とにかく解散はいつかということですね。で、解散されて、まあ、自民党が、まあ、選挙で負けて与党でなくなるということがあれば、こういった特別定額給付金、いわゆる国民1人当たり10万円給付するような、まあ、そういった給付金の2回目というものも実現する可能性が出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。その、まあ、シナリオについてお話させていただきたいというふうに思います。まず特別定額給付金っていうのは、まあ、コロナ禍にあった給付金ですと。まあ、全国民1人当たり10万円を給付しますと。非課税で、まあ、所得の制限もなくですね、とにかく国民全員に10万円を給付しますと。た給付金のことですと。なんで、まあ、1億3000万人とし、まあ、ざっとしてもですね、1人10万円なんで13兆円にも上る、まあ、そういった予算をかけた、そういった事業でした。そういった給付金でしたということですね。で、その2回目って何っていうことなんですけど、まあ、先ほどもお伝えしたように、まあ、物価が上がって給料上がってないっていう状態なんで、国民としてはめちゃくちゃ苦しいと。岸田首相はコロナ禍のような国難の時じゃないと、こういう1人10万円みたいな給付金やりませんって言ってるんですけど、まあ、実態としては、まあ、とにかく2年連続実質賃金マイナスってことなんで、給料がどんどん下がってる状況なんで、コロナ禍よりもなんなら苦しいですよっていうふうに国民は思ってると。なので、2回目やってくださいっていうふうな声をめちゃくちゃ上げてるっていうふうな。ですね。で、特別定額給付金の1回目っていうのは国民の声を受けて実現したっていうのがあります。これは何かっていうと、もともと1世帯30万っていう形で、まあ、閣議決定してたんですけども、その後の世論調査で、まあ、国民が1人10万給付やってくださいっていうことを、まあ、たくさん言ったと。で、それを公明党であるとか、あるいは自民党の若手だったりとか、あるいは国民民主党というところが、まあ、自民党に提案をして、自民党はこの閣議決定を組み替えて1人10万円で決定したということがあります。まあ、ただこの時検討されたのは自民党とか公明党とか、いわゆる与党ですね。で、検討されたに対して、今10万円給付を政策にしている政党っていうのは、国民民主党とか、あるいは令和新選組にとどまるということがあります。国民民主党はインフレ手当として10万円給付。あるいは令和新選組は春夏秋冬。まあ、1年間で4回ですね。まあ、合計1年間で40万円給付するっていうことで、まあ、政策にしてます。まあ、その財源もありますというふうに言ってます。ただ繰り返しですけど、野党にとどまるんで、なかなかこれを逆転して給付するっていうシナリオはないかなと思うんですけれども、まあ、その選挙の結果によっては、まあ、10万円給付というふうな形になるというシナリオについてお話させていただきたいと思います。繰り返しですけど、まあ、国民はコロナ禍より苦しいと思ってます。繰り返しですけど、物価は上がってるのに給料は上がってないっていう現状があるからです。まあ、コロナ禍はレストランとか、あるいはまあ交通に関するお仕事、あるいは旅行に関するお仕事、これも外出制限とかありましたから、なかなか厳しいっていうのはあったと思うんですけど、我々一般的な国民の大半が勤める、まあ、普通の会社に関しては、コロナ禍よりも今、物価が上がって給料が上がってない今の方が苦しいですよと。
ただ岸田首相はそう思ってませんと、コロナ禍の方が苦しかったでしょっていうふうに言ってるんで、国民の実感とズレがめちゃくちゃあってめちゃくちゃ低い支持率になってますと。ただ岸田首相はそれを無視できないっていうふうな理由がありますと。それはとにかく先ほどから言ってるように衆議院の解散をしたいと岸田首相は思ってるからですと。でこのまま行くと総理じゃいられなくなってしまう、先ほど言ったように自民党総裁選があるからですと。そこで変えられちゃう可能性があるので、それまでに解散したいです。政治資金規正法の改正をしたり、あるいは減税をスタートさせて少しでも支持率アップさせて解散したいと思ってますということですね。衆議院解散へ準備着々っていうことで、4月の末ぐらいからこの5月の中旬にかけての岸田内閣の支持率は軒並み上がってきてると。でなんと JNN に関しては 7% も上がってるというふうな形ですね。もともと世論調査の会社によっては 16.6% といったような 10% 台の予想もあったんで、あ、予想というかその調査の結果もありましたので、そこからすると 30% ってことなんで、倍増していると。だいぶ回復してきてるなっていうふうなところはありますと。岸田首相はやっぱり諦めてませんということで、これ先ほどもお話しましたけども、特別定額給付金のこの給付があったのが2020年の5月ですけども、その1ヶ月前、2020年の4月はやっぱりコロナ禍で厳しいこともありました。例のあの長期政権の安倍内閣も、やっぱりこの時は支持率は 20% ぐらいだったと。23% だったんですけども、この給付をもってして、その翌月なんと倍増ですよね。38%。大体 40% ぐらいまで倍増しているというふうな形ですね。岸田首相はとにかくこれを狙ってますと。この減税スタートでこういった形で支持率がめちゃくちゃ回復するってことを狙ってますと。ただ国民はめっちゃ怒ってるんで、今回解散したとしても、過半数割れしてしまうんじゃないかなと。自民党が大敗して過半数割れすると。で、そうなると、維新とか立憲民主党、自民党が組むってことは考えにくいんで、ちょっと近い政党で言うと、国民民主党じゃないかなと思ってます。で、連立する可能性がある国民民主党っていうのは、政策協議だったりとか、あるいは与党入りってことも自民党と、話したりとかしてましたんで、このまま選挙に自民党が負けるってことになれば、一緒になって、与党になっていくっていうふうな可能性はあるんじゃないかなと思ってます。で、そうなると自民党は議席を大きく減らしてるんで、自民党の総裁をそのまま首相として押せない可能性があるんで、そうなると、少しもし議席を増やすってことになれば、国民民主党の玉木代表が、押されてですね、首相になるという可能性もあると思ってます。国民民主党は、先ほども言ったように10万円給付にしてる、給付を政策にしてる政党ですと。インフレでやって10万円だったりとか、あるいは消費税減税っていうものも、政策の柱にしてます。実際に去年の11月に参議院に消費税減税法案というものを出してますと。で、消費税減税っていうのは本当に望まれる、消費税減税を望むっていう声はめちゃくちゃ多くてですね、この給付金の動画を出させていただくと本当にたくさんの方見ていただくんですけれども、やっぱり消費税減税もやってくれっていう声がめちゃくちゃありますと。で、それは物を買うっていうことについて毎回かかってくる消費税の負担が大きいってことだったりとか、それがなくなるってことであれば経済的影響、経済的還元の影響が持続しますよって声だったりとか、物を買うってことについて毎回かかってくるのは消費税で、それがかからないってなれば消費の刺激になって景気が回復するって声だったりとか、あるいは収入が多い人少ない人、どちらにしても同じ値段の物を買うということについては同じ値段だけ税金がかかりますということでは、税の、税負担の公平性に欠けるんじゃないかっていうふうな声もありますと。国民民主党に聞いてみたということで、このシナリオで国民民主党の玉木代表が党首になる、首相になるっていうふうな可能性もあると思いますと。で、その場合、この10万円給付、消費税減税ちゃんとやりますかということで聞いてみました。与党に入った瞬間に予算に鑑みてやりませんっていうことは困るんで、ちゃんとやりますかということで聞いてみました。このストーリーありえますよねと。衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていく可能性はありますけれども、この柱の政策、10万円給付、消費税減税っていうのは、ブレる可能性は低いと思うというふうなお話でした。なるほどと。信じますよと。じゃあ、きちんとこの政策、もし玉木代表が、首相になる、あるいは国民民主党が与党入りするってことがあれば、ちゃんと実現に向けて動きますね、ということで、お話を伺いましたということです。ただ、衆議院選挙に全てかかってるっていうところがありますと。小選挙区制度の闇ってことで書かせていただきましたけれども、結局は、この、衆議院っていうのは小選挙区が大事になってくるわけですけれども、全国津々浦々で勝っている自民党、現職の議員がいる自民党をなかなかひっくり返しにくいっていうふうな、そういう制度になってますというところですね。結局地元を押しに入れてしまうってことで書きましたけど、これは何かっていうと、
例えばここで言うと千葉県船橋市なんで千葉4区とか千葉14区っていうところがまあ小選挙区なんですけれども、そこにあの野田さんっていう元総理のあの方がいらっしゃって非常に人気があると。でこの野田さんがもし自民党だった場合ってことですね、自民党でもし裏金やってましたと、野田さんめちゃくちゃ人気あるんで、まあ政治資金パーティーやったらめちゃくちゃパーティー券売れただろうなと。でたくさんキックバック受けて、ただ野田さんが裏金やってたということよりも、まあ自民党の慣習でもしかしたらやってたから、野田さんは人気あるからパーティー券いっぱい売れてキックバックいっぱいもらって、ただ野田さんが悪いわけじゃないのにな、自民党の、まあ、そういった慣習でやってたんだろうなということで、あんまりこう、評価をせずにですね、野田さんをまた当選させてしまうということですね。で、まあこれが別に千葉県船橋市の野田さんだから起きるっていうわけじゃなくて、まあ、それぞれ全国津々浦々の小選挙区で、まあ、思い入れのある議員っていうのを当選させてると思うので、まあ、それが全国でもしかしたら地元推しに起こってくるんじゃないかなということで、結局、まあ、裏金やっててももしかしたら地元推しに入れてしまって当選するようなこともあるんじゃないかなということですね。でその流れでいうと与党アドバンテージっていうのもあったりします。これ何かっていうと、自民党がもし政権変わるっていうところまでいかないんだとすれば、まあ、自分の地元の小選挙区はぜひ与党の議員でいてほしいっていうふうな力が働くので、まあ、与党にまた票を入れてしまうと、自民党にまた票を入れてしまうっていうふうなことですね。で地元のやっぱり小選挙区の議員が、まあ、与党の議員であってくれた方がやっぱり地元にとっていい政策をやってくれると思うし、まあ、もしかしたら本当にそういうところがあるかもしれないというところですね。まあ、そういう与党アドバンテージもあったりしますと。それから推してる政党の候補が地元で立候補してないって、これ例えば、まあ、10年ぐらい前で言うと、維新の、非常に全国的に人気があったときに、ただあの維新の議員というのは、まあ、全国で、まあ、小選挙区で立候補してないっていうふうなことがありました。関西を中心に立候補してたんですけど、まあ、全国的に、立候補してるってことがありませんでしたので、世論調査をすると非常に高い人気なんですけれども、なかなかその維新が全国的には議席を大きく伸ばしにくいっていうふうなことがあったりとかしました。まあ、これは野党ができるだけ頑張る必要があると思うんですけれども、まあ、この自民党はやっぱり現職でいるので、まあ、現職がまたすぐ立候補するっていうことで、次の選挙も戦いやすいっていうところがあったりとかしますと。それから野党共闘っていうのはなかなかちょっと厳しいっていうのがあったりしますと。これ何かっていうと、野党共闘っていうのは自民党でないと思うんであれば、まあ、野党何党かで協議して、この政党のこの候補っていうふうに決めた人に投票してねってことだと思うんですけど、それはなかなか難しい話ですよね。まあ、そもそも選挙って、まあ、その政党の政策だとか、あるいはその候補の言ってることに納得して投票しますっていうのが、まあ、小選挙区だと思うんで、まあ、それもなくですね、まあ、我々で決めたあの候補に投票してください。それはなかなかちょっとそもそもありえないと。大きく議席は伸ばしにくいですよねっていうものがあったりとかしますと。まあ、ただ、今回、この4月にあった補選で、まあ、野党共闘に近いような動きをして当選してきたような議員もいたんで、まあ、これは一概にダメとは言えないんですけども、なかなかちょっとそれだけで大きく議席を伸ばしにくいっていうことがあったりとかしますということですね。で、比例で必ずどこかの政党に入れるっていうことがやっぱポイントになってきますと。で、これ何かっていうと、まあやっぱり先ほどの話で言うと、まあ、もし野田さん、この船橋で言うと野田さんに投票しますと。ただ、立憲民主党ではないなと、自分の思ってる政党が立憲民主党ではないなというふうに思った場合でも、その白票で投票しないということですね。必ず自民党以外のどこかの党に必ず入れるっていうことで、自民党以外の候補が当選する確率っていうのが上がるので、まあ、その比例で必ず白票にしないでどこかの政党に入れるっていうことがちょっとポイントにはなってくると思います。衆議院選挙の結果の予想をしてみましたと。小選挙区、かなり自民党勝ってきてます。260議席も持ってます、さらに。公明党も32議席持ってるので、まあ、自民党公明党でこの定数465のうち、なんと、300議席近く持っているという形になります。ただ、小選挙区190のうち、裏金50、それ以外の、選挙区140ということに分けて、まあ、裏金は半分負けて、それ以外は地元推しっていうことがあっても、さすがに2割負けるでしょうと、今回は。ということで、議席を予想しました。それから、比例区は最新の支持率をそのまま入れて、まあ、合計で83議席減ということで、まあ、公明党と合わせて209議席ってことで大きく過半数を割れ込むという予想を立ててみました。この83議席減っていうのは、まあ、週刊文春の予想と、まあ、与党の議席の減る数が完全に一致したという形ですね。で、公明党っていうのは、まあ、今回裏金全く関係ないんで、まあ、この32議席っていうのは意外とそのまま勝ってくるんじゃないかなと、組織票に支えられてるってところがあるんで、
まあ、意外と今回は強かったりするんじゃないかなと。自民党多分票割れると思うんですね。その野党に入れたり自民党に入れたりってとか票割れると思うんで、この支持母体がある公明党のようなところは意外と強いんじゃないかなっていうふうに思ってます。そのままの議席確保してくるっていうふうに予想してみましたということですね。で、その先ほどから言ってる自民党公明党と一緒になって与党入りする可能性があるというふうにお話してる国民民主党ですけれども、また本部にですね、どれぐらい立候補させる予定ですかってことでちょっと聞いてみましたと。まあ、前回は21名立候補して11名が当選という形で結構高い当選率なんですけれども、そのうちちょっと4名ぐらい、前原さんをはじめとする何名かが離反してですね、今現職7名ですと。で、それ以外の立候補者が、まあ、ホームページに30名弱ぐらい載ってるんで、まあ、合わせて、まあ、30数名ですかっていうふうに聞いたところ、いやいや、それ以外にも公認していきたいと思ってるんで、最終的には40名大きく超えるぐらい公認していきたいと思ってますというふうなお話でしたと。いよいよ、まあ、国民民主党は今勢いもありますし、現職もいますと。高い当選率っていうのもあるので、まあ、この30名大きくもしかしたら超えるぐらいの、まあ、議席を確保して、この209議席というところと合わせて与党に入っていくと、そして10万円給付を実現していくという可能性についても出てきたんじゃないかなというふうに思ってますと。岸田首相はご自身に新たな政治資金パーティーの疑惑がぶち上がりましたと。令和4年の6月に開催したご自身の政治資金パーティーに新たな疑惑が告発されていると。これは有名な大学教授とか、あるいは地元の市民団体からも告発をされていますと。まあ、広島地検はその告発について受理しているかどうかというところは明らかにしていませんが、いずれにしても疑惑がぶち上がっていると。で、それから裏金議員85人中39人だけ処分されるといったような大雨の処分だったりとか、あるいはまあ自分自身は処分の対象外ということで、岸田首相も処分を受けるべきだというふうな世論調査の結果が出ていますと。61% もの人が、まあ、岸田首相も処分を受けるべきだというふうな声を上げているということです。で、今お話しした内容っていうのは、まあ、自民党公明党は負けるけれども、まあ、ある程度議席は確保した状態で、まあ、第3党を入れてなんとか政権を維持していくというふうなプランでしたと。で、もしかしたらこうならない可能性もありますと。そう、何かっていうと、もうこれ自民党が第3党を加えて政権を維持するぐらいでは収まらずですね、まあ、もうめちゃくちゃ大敗してしまうというふうな、そういうような予想です。まあ、それは何かというと、つまり野党の大連立政権を誕生させるというふうな形になるという予想になります。6月解散、自民党大敗、政権交代、給付金の給付が早まるということで書かせていただいていますけれども、まあ、つまり、まあ、自民党がもう大敗してしまってですね、まあ、もう与党でなくなってしまうというふうな予想です。この4月11日の文春の報道で、まあ、自民党が大敗しますということが出ました。で、そこからは、まあ、今まで自民党をなんとか政権確保するんじゃないかなというふうに思われていたのが、自民党が野党になるというふうな前提で考えられるようになったと。でも野党同士で建設するのが始まっているというふうな状況なんですけども、なんでこの1回の選挙でこんな急に変わるってことが予想されてるかっていうと、まあ、それは一重に、とにかく情報の受け手、我々国民は、まあ、高齢者に至るまでこのスマホを持ってですね、まあ、あるいは YouTube を見て、まあ、情報がすぐに伝わるというふうな形になったと。それから、その情報の発信者、特に政治家ですね、が YouTube を使ってバリバリ発信するようになったというのがあります。まあ、それが本当に整ったのがここ1年ぐらいで、まあ、高齢者が YouTube とかで政治家の情報をめちゃくちゃ手に入れているということですね。政治家も、例えば NHK 党の立花党首というところが、まあ、選挙にですね、YouTube とかバリバリ活用して、めちゃくちゃ成果上げているのを見て、他の政治家も、あ、ガンガンやろうということで取り組んでいると。今もう多分 YouTube 使って発信してない政治家の方が少ないぐらいになってきましたということですね。で、あるいはこの YouTube を使って、その例の NHK 党の、まあ、ガーシー議員というような議員を誕生させたということもあって、まあ、とにかく政治家はこの YouTube を使ってめちゃくちゃ発信しているということですね。現職にしてもそうですし、これから政治家になろう、選挙に立候補しようと思っている人たちも、とにかく YouTube でガンガン発信をしているという形になります。そして、受けて我々国民、そして高齢者にまで、まあ、スマホが行き渡り、YouTube で情報を仕入れるようになっていったと。めちゃくちゃスピードアップしたというふうなことですね。で、この週刊文春が近い未来の現実を見せたっていうことで言うと、なんでそんなにこの文春の報道からみんな自民党が負けるっていうふうに思い始めたかっていうと、まあ今まで細かい衆議院選挙の予想っていうのは出てなかったんですね。で、もちろんその
まあ、衆議院のその解散がそろそろあるっていうふうに思ってなかったっていうところもあるんですけども、なかなかこう、まあ、緻密に出てなかったっていうところもあります。まあ、その、例えば政党の支持率ぐらいで、大体これぐらい負けるんじゃないかなっていうふうに予想を出しているところはありました。タブロイド紙とか、あるいは週刊誌。まあ、週刊文春ももちろん週刊誌なんですけども、まあ、そこからざっくりと立てた予想では、なかなか自民党が大敗するっていうところも皆さん予想できてなかったと。で、いよいよ衆議院選挙そろそろあるなっていうふうなことで、週刊文春が、まあ、全部の選挙区に対してめちゃくちゃ緻密に予想を立てたというところで、その結果が衝撃的だったということですね。2021年の衆議院選挙の得票数、2022年の参議院選挙の得票数、あるいは最近の政党の支持率の変化から、まあ、導き出した今のトレンドというところだったりとか、ここ一番のポイントなんですけど、まあ、103の激戦区、つまり、勝つか負けるか分からない、自民党の候補が勝つか負けるか分からないというところの、まあ、そういった激戦区については、有力候補の講演会とか、まあ、現地取材までやってると。まあ、これ以上無理なぐらい緻密に予想を立てたっていうふうなことですね。で、その結果自民党大敗しますと。どれぐらい大敗するの？自民党、公明党で過半数割れをして、野党の代理人追及も可能になるぐらいボロボロ負けるっていうことを予想を出したということですね。まさに週刊文春が近い未来の現実を見せたっていうことで、まあ自民党はもう野党になりますと。今まで政権交代まではないと思われてたんですけども、いや、これはあるぞっていうふうな前提で考えられるようになったと。政権交代がある前提で動き出すという形に今はもうすでになってます。それから4月22日に週刊現代も同じく緻密に予想を立てて追撃法として同じレベルの大敗を予想しているということですね。で、ここで一個ポイントなのは、先ほど言ったように、まあ、自民党公明党で少し負けるけれども国民民主党が入って、まあ、10万円給付っていうような給付金を実現していくっていうふうなプランに比べて、まあ、野党の大連立になった場合って10万円給付とか、まあ、調整するの難しいんじゃないのっていうふうに思うんですけれども、野党はほとんどの政党が国民に還元をするというふうなことを、まあ、政策の柱にしてます。国民民主党10万円給付は、これ先ほどから言ってますね。で、れいわ新選組、春夏秋冬、まあ、1年で4回40万円給付する。これの財源もありますっていうふうに言ってます。これも先ほどから言ってます。で、加えて維新とかですね、ベーシックインカムってことで、毎月6万円から10万円、つまり年間で言うと1人120万円ですね。まあ、そういったものも、まあ、行っていくってことで政策の柱にしてます。まあ、こういうことも言っているってだけじゃなくて、ベーシックインカムが政策の柱です。まあ、ちょっと先ほど実は医師に電話して聞いてみたんですけども、もしかしたらちょっとこのベーシックインカムのこの内容、給付の、その、まあ、例えば、いきなり10万円毎月給付ですっていうふうな形にするんじゃなくて、まあ、少し段階を踏むとか、このブラッシュアップしていくっていう可能性はありますっていうふうなお話だったんですけども、まあ、今ホームページに出てる限りで言うと、ベーシックインカムを6万円から10万円毎月こう給付していくってことを政策の柱にしていますということですね。で、それから立憲民主党は、まあ、1世帯あたり3万円給付ってことで言ってますということで、まあ、野党はこういった国民に還元とか減税とか給付とかですね、そういうことを政策の柱にしてるんで、むしろ野党の大連立の方が、まあ、この10万円給付のような給付金、政策は実現しやすいということが言えるというふうに思います。で、そうなった場合、さあもう自民党は大敗しちゃうんで解散しませんというふうなこともやってくるんじゃないかというふうなところも考えられるんですけども、まあそれはおそらくないんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、なんで、6月解散やっぱりすると思ってるかっていうと、まあもし6月解散しないと起こることとしては、その後、自民党の総裁を変えたところで先ほど言ったように支持率が上がらない可能性がありますと。で、そうなると、どん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 野党の準備が進み、自民党の支持率もどんどん下がるっていうふうな形になるので、まあ自民党としては、まあおそらくこの6月解散やってくるだろうというふうに思ってます。で、もし6月解散しないと支持率下がり、野党の準備が進み、自民党であると、もしかしたら自分が落選してしまうっていう可能性も出てくるんで、自民党の議員としては離党まですると。まあ、その離党ドミノまで起こるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まさに週刊文春が自民党ぶっ壊したと。いうことで、まあ、こういった週刊文春の報道から、もう自民党は大敗するぞと。野党の大連立になるぞっていうことが予想されているというふうなことですね。まあ、この形で、特別定額給付金10万円の、まあ、2回目のような給付金を実現する可能性っていう方が、もしかしたら最近は高いんじゃないかなっていうふうに思ってますと。で、給付金に関する、まあ、情報っていうのは、まあ、今日もそうですけども、新しい情報が出ましたらまた動画ですぐお話しさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方は、ぜひチャンネル登録をしていただければと
というふうに思います。それからこの給付金の動画、かなりたくさんの方に見ていただいてて、やっぱり新しい、情報を出すと、本当にたくさんの方に見ていただいてます。で、本当にたくさんのコメント入れていただいてて、ということは、結構政治家の方とかも見ていただいてることっては本当多いと思うんですね、この動画に関しては。なんで、我々国民の声っていうのは少しでもぜひ届けたいというふうに思ってますので、まあ、こういった特別定額金10万円、あるいは消費税減税といったような政策に、まあ、賛成反対の一言だけでも結構ですので、ぜひ入れていただければなというふうに思います。我々国民の声を少しでも届けたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございました。